代もあなたねと、いつか話せる日が来るわ。あんな時代もあなたねと、きっと笑って話せるわ。だから「しないで今日の風に浮かれましょう」「回る回るよ時代は回る」「喜び悲しみ繰り返す」
気が出そうな。昔の顔だった。
を立てて私は仕事場へ向かう。指先も襟元も冷たい。今夜はどんなにメイジャーの歌を弾いても湿っぽい音をギターは出すだろできる二松バージョンはそんなにたくさんなくて、そうな、全部楽譜作り直さないといけないもんね。いや、なかなか響き感が壮大になってなかなか深いですね。すごい。そうだったな。本来 B フラット、本来 B フラット、ああ、本来っていうかオリジナルはね、それを過去一にして私たちは演奏してます。過去一の G で、過去一 G、うん、過去一 G っていうの。出てこないで、私すっとごめんね。はい、あの糸でございます。 Fフラット磁石、磁石とか G のフラットに行こうか。当てる当てる確認でございます。では、走ってこの
くれ、こんな糸何になるの、心もとなくて震えてた風の中、縦の糸はあなた、この街の暗い
飛松に会いに行くと言いながら全然行きたい
受けていないから、早く早く神戸行かなあかんねんけどな。行ってないの？そう、いや、確かに1回は行ってるんですよ。1回はね、1回は行ってるんですけど、うん、その1回きりしか行ってない。行こうよって言ってるんやけど、全然行こうに、あの、お忙しい言われて前で歌わない。今とんでもございません。お恥ずかしゅうございます。奉納です。奉納。おお、いいね。ちゃんとね、あの、屋倉になってるとか、屋根のあるところの中にあるんです。大体囲われてらっしゃるんですよ、飛び松。飛び松って実は2世なんですよね、あれ。あ、1回落雷にあって、あ、消失してるらしいんですけど、まあ今は 2世だったそうです。ライブやったらそこで、ライブ、いや、ライブやるから。そもそも芸能っていうのはそういうもんですか。いや、まあそうですよ、奉納するためのもんだけどね。確かにそうですよね。まあ確かに、ちょっと地元の観光協会とコラボレーション。いや、そこまで。こんな地味な曲で話してかなっていう。ダザイブでもやった。ダーザイフにはやうと、それはあの、さだまさしさんが一人で歌ってます。本物があるから、本物があるのに。ほな、板宿は、この二人で、板宿じゃない、板宿、二人で。ただ、飛び梅の方はただの、なんかチャラい若者が分かれそうな、分かれそうな歌、分かれそうな歌。飛び松の方はなんか、飛び松は、これは松の気持ち、松の気持ちで行かないで。あっちの飛び梅は梅の気持ちなんだ、知ったこっちゃない。確かにそうや。梅の気持ちにはなってないよね。そうだよね。なんか取ってつけたように、飛び梅って言ってるわけ。うん、こちゆかは、匂いを起こすようなのかなって。まあ、そこの部分つけたって言われてるやつやつやつとか。なるほど。ライブ計画で。ライブ計画は、あの、神戸の区役所とタイアップして、CD 持ってくる。CD 販売置いてください、神社に。ご当地ソングとして。駅で流すソング。これ駅これ、こんなに忙しい曲かな。列車発車するときにそれが流される。行かないで、行かないで。イントロは飛び梅。いや、イントロの曲を流したいと思います。では、そんな飛び松でございます。行かないでね、行かないでね、心が騒げんでも届かぬ想いは光る海の彼方に。Oh,
CD 作れ、CD 作れとあの煽っていただいてますので、まだ CD 作れる曲数持ってないんでね、今の時末とちょっと前に作った希望の光と、まあ、あれもねコロナのことを歌ってるんで、今となっては残しておきたい記憶でもあったり、まあ、次に歌います東京スカイツリーというこの曲もあの実話でございますので、これは私の実話でございます。はい、よろしいでしょうか。
て欲しかった。背の高いあなたを見上げている青い空と雲影浮かぶ白い雲を追いかけて、会いたいでもまだ会いに行かないよ。私音楽続けていくのここで、ずっと音楽続けていくのここで。果てしなく続く金の麦、太陽の光を受けて、森からの風に枯れながら、キラキラと波を打つ。誰かに聞いたことがある。その下には数えきれぬ兵士たちが眠っていると、敵と味方も共に。みんなで光る
転がし。
水曜日で次の4月の第2水曜日っていうのが4月の12日です。で、3月は5週目まであるからちょっと先になっちゃうんですけど、ちょっとちゃんとここにいらっしゃる皆さんには報告しておきます。で、私ちょっと入院します。
りました。手術を受けます。あのこれも今日決まりました。実はね、2月の、第1日曜日の2月5日の日にちょっと出血がありまして、女性の方の出血ね。だから前回のライブの時って私出血も途中やったんですけど、まあまあそういう出血が出た時ってもう覚悟切らなあかんやつですよ、女性の場合って。やっと今日あの検査の結果が出まして、子宮体がんであったことが判明いたしました。これ今日聞いた、ほんまに今日聞いたんですよ。まあ、ただステージが1っていう状況でして、今ならあのそんなに広範囲に広がっていないはずだということで、ただ、初期は子宮と子宮全摘出です。あと卵管と卵巣も取ります。ただし、お腹開かないで済む手術で、腹腔鏡で済むようなんです。なので入院期間は1週間だけ。入院するのは3月の27日月曜日で、手術日は28日火曜日で、退院が4月の2日で、4月の12日は出てきます。先生が言うにはね、あのいや検査業やったら次の日から出勤してええよとか言う人、ちょっとそれはやめてとか言うんで、あのせめてあの2週間ぐらい自宅療養させてくださいって言ったら、うん、まあ別にそれはあの体調悪かったらしといた方がええって検査業が出勤してええってかとか思いながら、いやそれは私が無理やとか思って、でもまあ、ちょうど丸1週目が丸々あっての2週目の水曜日なんで、あのゆっくり休ませてもらいますので、なんか私がこんな今状態なんでね、まさかそんなやったとという状態なんです。実はずっと1ヶ月以上出血しっぱなしやったんですよ。出血ってもね、そんな大量じゃないんですけどね、あの言うても少量でも1ヶ月もずっと出血が続いてるので、もう最初の出血した段階で腹くくってましたけどね、あこれはあかんやつや、これはあかんやつやけど、一体何なのかが分からなくて、あのそれこそどの程度のがんなのかも分かんないし、がんかどうかも分かんないし、いわゆる筋腫が悪性になって肉腫になってるだけのものなのかもしれないしと思ったんですけど、どうやらあの体がんであったことが判明いたしまして、ほんまに今日聞いたんです、あの病気で。今日本当にあのめっちゃホットな情報ですこれ。ただ本当ライブはね、全部欠席戦でもいけそうな話でね。ただまあ私自身が今こんな状態、こんなにね、あの歌えてる状態だし、元気にしてるし、普通に出勤もしてる、でも正直ね、ぼちぼち体調きついんですよね。周りの人から何もいたわってもらえない状態なんですけど、まあ、そんなんで、3月が5週までやってよかった。そんなんで5週目、まるまる入院してます。今ね、病院ってね、見舞いに行けないんですよ。立ち会いも行けないし、もうかわいそうに言うの、今日の話聞きに来るのも誰も入れないし、手術の後の、どうせ麻酔切れるでしょうけど、何もできないので、どうぞ一切お気遣いなく来ることはできませんので、はい、そんなんでご報告でございます。しないや。ありがとうございます。まあ、こんな状態なんで、私退院した暁にはぜひお見舞いに来てください。そうです、皆さんここに来てください。ちゃんとこの状態で歌えてるかどうか、ちょっと本当に無事に生還したかどうか、確かに、はい、本当にそうです、みんな来てください。ありがとうございます。そうなんで、ちょっとね、今日歌いながらもね、あ私が患者に乗ってるんやとか思いながら歌って、うん、ドキドキ花粉ですよね、うん、なんかまあそんなこと考えながら歌ったら大丈夫や。まあ、ステージ1段らしいので、そんなに大変な状態じゃないらしい、もう今日の話なんで、ただ、実際、腹腔鏡でお腹にその鏡通してみて、どういう状況かによってかは、お腹開くこともありますけどっていうのは言われてます、これはもう見てみんとおかないっていう話で、そうなったら1週間で出してもらえへんよな、きっと。できたら3月月またいでほしくなかったんですけどね、それを言うたらもっと遠くなるで日って言われて、いやもう早してる。そんなわけで、大変ホットな情報をお届けいたしました。これは一応もうSNS とかには出さないでおこうと思ってますので、どうぞ皆さんも内密に事後報告的な書き方はすると思いますけど、どうぞ
そんなんでね、ちょっと返事がなんとなくふわっとしてたのは、そういうことやったんで。ということで、大丈夫です。空いてます、空いてます、日が。お待たせいたしました。ゴールの曲でございます。鼻ぐつというような感じで。ちょっと今日は涙ぼろいのはそういうあたりでございまして。